こんにちは。本日は子ども英語教室レプトンについてご紹介させていただきます。さて、その前にまずは日本の英語教育の変化と課題についてお話ししておきたいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、2020年度からの教育改革によって小中高での英語教育は大きく変わりました。小中高で共通して必要な英語学習としては次の3つが挙げられます。まず1つ目が聞く、話す、読む、書くの4技能の学習で基礎力を身につけ、ディベートやディスカッションなどで英語で発信する力につなげるということです。そして2つ目がより多くの単語数を習得するということです。そして3つ目が英語の学習時間はできるだけ増やすということです。ただ英語の学習時間をまとめて取ることはとても難しいですよね。そのためできるだけ早く英語学習を始めていただく方が学習時間を多く確保できるため有利になります。というのも、日本の英語教育の大きな課題として英語学習時間が圧倒的に不足していることが叫ばれているからです。具体的には、小中高の英語の学習時間は合計して約1000時間、一方英語習得に必要な絶対時間は最低でも2400時間と言われていますので、1400時間不足していることになります。さらに文部科学省の英語力調査の結果では、高校3年生の英語力は6から7割が中学3年生レベル、英検3級程度であることが判明しています。そのため文部科学省は塾や英会話教室で不足している学習時間を補うよう呼びかけています。これらを踏まえて子ども英語教室レプトンではどのように学習に取り組んでいるのかご紹介させていただきます。レプトンのコンセプトは、まず1つ目が時間をかけてじっくり定着させることです。英語の運用能力は英語との接触時間に比例して向上するため、レプトンでは接触時間を重視し、時間をかけて基礎からじっくり定着させます。そして2つ目が、英語は教わるものではなく自ら学ぶもの。英語は学問ではなく技能、習得には自発的な自立学習が必要です。楽器、スポーツ、車の運転と同じで、一定の基礎を覚えれば一生使える技能になります。そして3つ目が、81冊のテキストプラス家庭学習教材、楽しく意欲的に自分に合ったレベル、ペースで学習するため長期間続けられます。また家庭学習教材はオンラインでいつでも利用できます。そして4つ目が、英語上達の目安として検定を利用。英語検定試験 JET を定期的にご受験いただき、英語力の習熟度診断を行うだけでなく、目標設定によるお子様のモチベーションアップにつなげています。次にレプトンの特徴を3つお話しします。まず特徴の1つ目、グループレッスンではなく個別対応ということで、音声に沿って自分で学習をしていただきます。もちろんテキストも使いながら自分に合ったレベルやペースで学習を進めていきます。加えて専任の先生による個別のチェックがあり、発音や理解度の確認をしながら進められるようになっています。ワンレッスンはだいたい60分で、ワンデー分10ページから15ページ相当を進めていくことができるほか、 e-learning やチェックテスト、プリントも活用しながら読み書きもしっかりと行っていきます。そして特徴の2つ目が、4技能をマスターできる。聞く、話す、読む、書くの4技能を1回のレッスンの中でまんべんなくトレーニングして学習していきますので、毎回のレッスンを積み重ねることによってこの4技能をしっかりとマスターすることができます。そして特徴の3つ目が、体系的なカリキュラム。全81冊のテキストをはじめ、レプトンピクチャーカーズ、レプトンリーディングファームなどのオンライン教材と JET などのアセスメントテストが連動し、お子様の英語力の育成と習熟度の確認を行うことができるようになっています。自分のレベルやペースに合わせて学習できるほか、最後のテキストまで進んでいただくと TOEIC 600点レベル、英検2級レベル、高校卒業程度の英語力が身につきますので、文部科学省が目標としているレベルにも到達することができます。さらに全部で8307語を習得できるようになっており、
学校では高校までだいたい4000から5000語の単語を学びますので、それよりもかなり多い単語数を学ぶことができます。では具体的にレプトンの学習はどのように行うかと言いますと、まずレプトンでは徹底的な反復練習、パターンプラクティスで文法の説明なしに話す力と書く力を体感的に身につけていきます。音声を繰り返し聞いて真似て声に出すことで綺麗な発音を習得、反射的に口から出るまで何度も練習を行っていきます。このようにしてリスニング、それから声に出す練習をしてしっかりと身につけていきます。その後に先生によるチェックがあり、練習した文を読み、書く練習も行うなど徹底的な反復練習で4技能を身につけることができます。また小学生の子どもたちは覚えが早い反面、一度学習してもすぐに忘れてしまうことがあります。レプトンではそのような子どもの特性に合わせ先に進むことで定着度が増やしていくスパイラル学習を取り入れています。一定の学習期間に同じテーマの英語表現を繰り返し学ぶことで、以前に学習したことを思い出しながら新しいことが同時に学べるようになっています。このように子どもたちがつまずきにくいようなテキストが工夫されているので、自然と英語を身につけることができます。先ほど体系的なカリキュラムとして81冊のテキストとオンライン教材、アセスメントテストが連動し、お子様の英語力の育成と習熟度の確認を行うことができるようになっているとお話しいたしましたが、具体的な学習サイクルはこのようになっています。まずご受講前にレベルチェックテストを行い、お子様のレベルに合ったテキストと学習目標を設定します。ご受講後は4技能をバランスよく学び、アセスメントテストのジェットで定期的に英語力の習熟度を測定します。そのテストの結果をもとに学習目標を再度設定し、目標に向けてまた学習を進めていきます。このように受講とアセスメントテストを繰り返すことで継続的に学習ができるよう、お子様のモチベーションを維持しています。実際にレプトンを受講している生徒さんの成果をご紹介します。レプトンは検定試験合格を目標とした検定試験対策プログラムではございませんが、検定試験に合格できる英語力を身につけることが可能です。こちらは受講生からご報告いただいた一部をまとめたものです。トイックブリッジのスコア100点満点で80点台後半から90点台後半という高得点を出している生徒さんがいらっしゃいます。トイックブリッジのスコア81点でトイック500点相当、91点以上でトイック610点以上相当になります。それからジェットジュニアイングリッシュテストでは1級合格、英検では準2級から2級合格者が多数出ています。このように実際に結果を出された生徒さんがたくさんいらっしゃいます。それでは最後に改めてレプトンの特徴を分かりやすくご紹介した PR 動画をご覧ください。大学生の TOEIC 平均点は454点、レプトンの生徒は大学生の平均点以上、小学生から TOEIC 600点を目指す子ども英語教室レプトン。子どもには同じ思いをさせたくない、英語の重要性を感じている親御さん必見。レプトンは聞く、話す、読む、書くの4技能がバランスよく習得できる。世界中の人とコミュニケーションが取れるように、将来必ず役立つ英語力が身につきます。子ども英語教室レプトン無料体験レッスン受付中。